このチャンネルはタイの日経フォワーダー HPS トレードの提供でお送りしています。どうもこんにちは、井野です。今回は貨物保険の基礎知識について解説をしていきたいと思います。貨物保険は貨物が全く問題なく輸送されれば必要ないかもしれませんが、国際輸送では予想がつかないことが起こる可能性があり、保険はかけておくことをお勧めしています。貨物保険をかけることを日本語では付保と言い、貨物保険の基礎知識を学べるように2回にわたって説明をしていきます。1回目は貨物保険とは、貨物保険の用語、保険料について詳しく解説をしていきます。この付保のポイントを理解することで貨物保険の手配がスムーズにできるようになります。それでは行ってみましょう。貨物保険は輸出入貨物を対象にして、その輸送中に起こる様々な不測の事故や危険をカバーするためにかける保険です。国際輸送では国内輸送よりも輸送距離が長く、積み替えなどもあるので、輸送中に貨物のダメージやトラブルが起こる可能性が高くなります。それでは貨物保険ではどのような問題において適用されるのでしょうか。船の上でのコンテナの水漏れはもちろん、コンテナからトラックに積み替える時の人為的なミスであっても保険のカバーの対象になります。保険契約をするには保険会社の所定の申込書に記載をして申し込みをします。保険の申込書に記載するために必要な貨物保険の基本的な用語を確認していきましょう。まず保険金額、インシュアードアマウントです。これは万が一の事故の時に保険金として支払われる最高限度の金額です。保険金額は通常インボイスに記載されている支付価格の 110% の金額となります。次に保険料、インシュランスプレミアム。これが保険会社に支払う金額です。保険料は保険金額に保険料率約 0.3% から 0.5% をかけて計算します。保険料率は航路、品物などによって変わります。また1件あたりの最低金額は約3000円、30ドル程度です。地域によって加算事項として、戦争中における戦争危険料率やストライキ危険料率などがあります。保険の範囲も忘れてはいけません。保険の対象貨物の存在が全部にわたる全損、貨物の一部に損害が認められる分損に分けられます。全損や分損の全ての損害に対して保障される全危険担保の保険や全損のみに保障されるものなど、どこまでのリスクをカバーするかによって保険の種類が異なります。カバーされる対象が多いほど保険料が高くなる仕組みになっています。これらは保険会社に申請するときに必要な用語ですので覚えておきましょう。その他には貨物の無欠、輸送方法、インコタームズ、インボイス金額、品名なども必要になります。ここで一緒に貨物保険を計算してみましょう。例としてタイから東京まで機械を輸送するものとします。輸送の条件は次の通りと仮定します。機械自体の金額が1万ドル、工場からバンコク港までの輸送費用や通関などの諸経費が500ドル、バンコク港から東京港までの海上運賃を1000ドルとします。保険金額は支付価格の 110% でしたね。支付価格の計算方法は製品代金に輸入地までの全ての輸送費用を足したものです。そうするとこのような計算式になります。製品価格1万ドル足す対国内輸送費500ドル足す海上運賃1000ドルかける 110% の 12,650 ドル。万が一事故が起こった場合で機械が全く使用できない全損と認定された場合は 12,650 ドルが保険会社から支払われることになります。次に保険会社に支払う保険料を計算してみます。保険料イコール保険対象金額かける保険料率です。この場合は 12,650 ドルかける保険料率 0.3% から 0.5% となります。保険料率が 0.3% だとすると 37.95 ドルになります。最低金額の30ドルより多いので、こちらを保険料として保険会社に支払うことになります。今回は貨物保険の基礎について解説をしました。貨物保険は万が一のリスクに備えるためのもので、国際物流では必要なものです。この動画で貨物保険の基礎知識を身につけて、正しく貨物保険の手配をできるようになりましょう。この動画では国際物流に関する情報を随時発信していますので、チャンネル登録がまだの方は動画終了後にぜひとも登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。このチャンネルでは貿易や国際物流に関することをできるだけ詳しく解説しています。貿易のお仕事に興味のある方や、すでに貿易のお仕事をされている方たちのために参考になればと思い更新をしています。また企業様の新人研修や貿易研修などにご利用いただけますと幸いです。そしてタイの物流は飯野さんまでお問い合わせください。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけますと、これから更新していく励みになりますので、何卒よろしくお願いします。
ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。